皆さんこんにちは、小林幸喜でございます。まあご承知の通りね、都知事選が大変迫ってまいりました。しかし私はね、もう国政がめちゃくちゃになっているということを皆さんご承知だと思いますけれども、申し上げる中に、なんでこの日本の政治がね、ダメになってきたのだと、そういうところから掘り下げないとダメなんですね。それは、まあ、私が自民党を追放されたときからね、日本の政治はおかしくなったわけですよね。そうですよ。まともに勉強をしている人間がね、勉強を全くしたことがない、あるいはしているとは聞いたことないというレベルの政治家によってですよね、追放されちゃう。おかしくと私は思うんですけど、本人ですから。だけど、マスコミがそういうふうに言われたこと、言ってくださったことはなかったね。しかし皆さん、あの郵政民営化でね、多くの人材が自民党から失われ、そしてアメリカべったりの日本にされていく中でね、日本の政治は歪んでいったんですね。しかしその一番の総責任者はもちろん当時の小泉総理ですけれども、その側近中の側近としてね、頑張ってたのは小池さんでしょ。その小池さんが都知事になってね、そして、何をしたのか、何も仕事なんかないわけですよね。彼女はこの経歴を見れば分かる通り、細川さんの顧問になってね、仕事をするね、小沢さんの顧問になって仕事をする、そして、小泉さんの顧問になって仕事をする、全部、総責任者はね、時の権力者ですよ。だから彼女に能力があるとすれば、その権力者にすぐくっついちゃうってね。そして最側近になって、まあ、宣伝ガールズって言葉はいいかどうか分かりませんけども、そういう働きをしてくる中で、私はまあ、郵政民営化で自民党を追放された人間として、こんなことでいいのかと、ね、アメリカに要求されたものに日本人として反対だと、なぜ日本にそんなことを要求するんだと、ふざけるなアメリカってね、いうようなこう政治家が、選挙になったら自民党の公認を外れましたよって、って知らないわけですから。でそこにね、誰か新しい人を公認決まったんですか、のこのこやってきたのは小池さんでしょ、皆さん。彼女はない、東京に何の関係もなかったじゃないですか。関西にね、選挙区を自民党に入りたいって言うから、我々自民党の国会議員は、いいですよってね、そんな自民党は、入りたい人はどうぞっていう政党ですから、入れてあげたら、反対もしないで入れてあげたってね。そしたら今度は自分の刺客になってやってくるってね、ふざけるなって感じでしょ。そのふざけた人がですよ、皆さんね、都知事になっちゃう。それをね、都民が圧倒的な推薦をしていく。マスコミが本当のことを語らないからだと思うんですね。そういう中で、いよいよまたやってきて、このまま行くとね、いろんな声がありますけども、まあ、小池さんの賛成もね、マスコミのおかげで間違いないんじゃないかと言われてるんですね。それに対して、おかしいじゃないかとはっきり言って発言をして、この間違った流れを食い止めることができるなら、小林幸喜は語ることだと、こういうふうにね、私を応援してくださる方に言われて、じゃあ、来年の参議院選挙で、私が作ろうとする新党大和、これを政党にするための運動をしているわけですけれども、来年の参議院選挙の前にね、この大事な都知事選という巨大な選挙にコミットしないでね、意味がないだろうというように言われましたんで、小池都知事参戦をね、絶対に反対するということを宣言して、都知事選に臨まなきゃいかんかなと、まあそう思っているわけであります。彼女の政策の、ね、一番の大問題は、郵政民営化というこのろくでもないね、政策、アメリカに言われたらやりますとね。もちろんだからアメリカは郵政民営化でめちゃくちゃ今儲かってますよ。そうでしょ。それで、日本のね、皆さん方の郵便貯金、日本の政治が抑えていたものをもう巻き上げられてね、もう権限はアメリカにあるわけですから、何に使うか。今何に使ってるんですか、皆さん。皆さん方郵便貯金やってるでしょうけどもね、全部アメリカの政府の国債を買わされてるんですよ。じゃあアメリカの政府は国債発行して何やってるんですか。戦争じゃないですか。アメリカの戦争がなんであんなにどんどん武器をウクライナに送れるのね。イスラエルに送れるんですか、皆さん。お金がいるんでしょ。お金は誰が負担してるんですか。日本の郵便貯金でしょ、皆さん。
日本のこの郵便貯金がアメリカの戦争をどんどんね、さあ武器を買い上げて送ってちょうだいってやってるわけでしょ。アメリカの戦争はね、日本の郵便貯金によってもたらされて、そんな郵便貯金がかつては日本国民のために使った郵便貯金ですよね。私は尊敬する大政治家田中角栄、何使ったんですか。道路が必要だ、日本に税金がない、道路は税金ですから普通は。よし分かった、高速道路はね、郵政資金でやろうじゃないか、だから利用料金はかかるよ。皆さん当面に乗ったって、どこに乗ったってなぜ日本の道路はお金がかかるんですか。郵便貯金でやって返さなきゃいかんからでしょ皆さん。だからスタートをね、郵政資金でやって、高速道路があっという間にできたね。そういうことに、社会資本の整備とかいいことに使うのが郵政資金だったんですよね。そんなのは財政投与し、政治家になるには税金を勉強するだけじゃなくて財政投与しに長けていなければならないね。大政治家になろうと思ったら皆さん税金の勉強だけでなくて財政投与しの勉強しますよね。当たり前でしょう。そういうふうにして学問勉強とね、世の政治は深く結びついていた。だからね、私なんかそういえば学歴来たら皆さんね、結構高いでしょ。日比谷高校、東京大学法学部ね、そして政府派遣米国留学、ペンシルバニア大学院ウォートンスクールといえばね、トランプ大統領出たところでしょ。そうやって学歴だけはつけて勉強しろって言われたからですよね、やってる。そういうふうに日本の政治家にもかっては学問が必要だって言われた時代があったんですが、今日本の政治家で皆さん学問が必要だなんてね、もう全然ないじゃないですかね。学歴詐称すればいいわけでしょ。みんなが出てないっていうとこ出ましたよって言えばいい。学歴なんか書く必要ないじゃないですか。嘘書いてもマスコミが、あ、そうですか、本人の申告でね、ちゃんと載せて、有名なテレビ新聞がどこどこ出ました。ところがそうでしょ皆さん、一番親しい友達が部屋を貸してた、小池さんの場合部屋を貸したって人が、あの人は進級もしてないのにね、学年が上がってからに卒業できますかって言われちゃってるじゃないですかね。文系春秋というね、日本の代表するその月刊誌が書いたわけでしょ。だけどね、新聞もテレビも何も一切報道してない、大して報道してないという感じですよね。そういう中でやっぱりね、小池さんのこの政治は郵政から来た、どういうことか。アメリカも大儲けしてるけども日本で儲けた人がいるんだってことは皆さん忘れちゃいかん。国でやっているものが、国有財産が民間に来るときに皆さんいいですか、それを利用すれば莫大な儲けがあるんだ、大問題になるね、大利権になる。郵政民営化とは明治以来ね、続けてきた本当に国民のお金で出来上がっている大きな大きな郵政資産ですよね。それを郵政民営化に加担した政治家は、お前やれ、お前や、一緒にやったらどうだ、ね、富を山分けしたとはね、証拠がないから言えませんけども、そういう流れじゃないですか。利権政治家の塊ですよ、郵政民営化を推進した政治家なんて。マスコミはちょっとも書かないけどね。そういう中で小池さん、年になったら何やったんですか。儲かる仕事、オリンピックでしょう。私は尊敬するね、石原慎太郎さんがスポーツの振興のため、小林、俺はオリンピック持ってくるぞ、いいですね、頑張ってちょうだい、オリンピック日本に来ましたよね。しかしいよいよ大会を本当にやっていく中でグループができるでしょ、実行委員会みたいなのがね。そこにかむったらね、まあ国会議員の名前はあえて出しませんけども、内田さん誰とすぐ分かるでしょ。で、都知事も主催者ですからね、当然深く関わるでしょ。そういう政治家が深く関わってね、じゃあお前には洋服作らせてやる、お前には何あの言えていいよね、やって、民間から委員にね、オリンピックの何もない理事なものが動かしてるわけないじゃないですかね。政治家がやって、みんな決めてるわけでしょ。そんな政治家はね、全部出てこないで直接関わったらいいんですか。なんかがね、お金もらったから贈収賄だなんてね、豚箱入っちゃった、その人たちが言ってるじゃないですか。いやー、政治家に言われてやった私には権限なんか何もなかったよってね。しかしいずれにしても刑事責任はね、きちっとしたものがないと責任追及できないですよ。そうでしょ。だけど政治責任っていうのがあるじゃないですか皆さん。政治責任はね、いろいろ動かすことができるでしょ。
その動かすことができる世の中を知っている皆さん方はよく分かってるでしょ。そういう分かってる人たちがね、いや一応委員がね、オリンピック関係のする委員がやったとは言ってるけど、彼なんかにそんなすごい権限ないよなって、その後ろに誰か政治家がいたんじゃないかってぐらいね、皆さんうがった見方をしたっていいわけでしょ。しかしいずれにしてもね、大会をやった責任者、東京都知事に多大な政治責任がある、追及したテレビ局新聞社があるんですか。え、あの郵政民営化でね、郵政資金をどんどん払い下げてね、政治家がめちゃくちゃ儲けてんじゃないか、そういうことにかんたね、直接金をもらったとこなんか見てるわけじゃないですけどもね、噂をされている、そういう考え方がね、オリンピックのこの利権に飛びつかないわけないでしょ。少なくとも政治責任だけは言うべきだ。オリンピックオリンピックで言ってたから、肝心なコロナですか、すっかり東京はコロナ対策遅れたんでしょ。やるやるできもしないのに、もうどんどん病気が流行ってるから、オリンピックどこじゃないだろうってのに、やりたいやりたいやりますやりますと言ってね、とうとういくらなんでもコロナどうすんだって言われてオリンピックは延期しましたけどね、その間めちゃくちゃ感染者が出たわけでしょ。そういう責任はね、全然取ろうと追及する声もない。しかし私はね、彼女がやってる郵政民営化、それに続く東京オリンピック、全部政治の利権でしょ。そしてそのとどめを刺すように、皆さん、これで私のところで、ね、知り合いから連絡来たわけです。小林さん、小池さんの参戦止めてくれって。どうして。神宮の森が壊されちゃったらどうすんのって。ね、神宮の森壊そうなんていうふざけた政治家がいるの。いるじゃないですか、東京都知事が一生懸命やってるんですよってね。じゃあ今は選挙だからちょっと静かにしてるみたいだけど、選挙でまた勝ったらね、いよいよ最後のね、東京の一番残っている再開発の中の神宮の森ね、バンバン木を切ってなんか好きなもの建てちゃったら、皆さん、明治以来のこの明治の神宮の森が消えちゃうんでしょ。凄ましい利権じゃないですか。ここまでやるのかってより、ここを止めなきゃならない。小林さん、賛成阻止の弁論を振るってくれってね。小林さんが喋んないと、そういうふうにはっきり喋る人が世の中いないって言うんですよ。ね。じゃあ小林はこうやって本当のこと言うわけですから。よし、じゃあ喋りゃいいんだなって。小池さんの賛成阻止。ね。不動産利権に手を出すな。収支を打たせる。神宮の森は守ろうってね。皆さん、これ分かりやすいでしょ。そういうことをね、都知事選できちっと語る人がいなければならない。私はそんなふうに思うんですよね。それからまあ、不動産が大好きですからね。まあ、不動産にとっては一番いい都知事さんなんでしょうね。もう、どこの、東京もね、この新宿もこの辺もそうだけど、まあ、今渋谷行ったらバンバンできてますね。ニョキニョキ、ニョキニョキビルがまあ、建つわね。オリンピックでもいろいろ建ったけど、今、都市の再開発でバン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 ね、建物ができてる。皆さん、すげえなーって見てるだけですよ。だけど私にね、心配する人が声かけてくれました。小林さん、この東京都の土地のね、上だけ建物だけ作っていく、そういう政策で大丈夫なのって。必ず大きな地震が来るんでしょ。今やね、まさか来ないと思ってた能登半島に来ちゃうんだから、東京なんか勝っても来たことがあるんだから、必ずいつかわからないけど来ますよね。その時にこんな大きなビルが建ってて大丈夫なの。しかもね、上だけ不動産は儲かるから上だけ一生懸命つくんですね。だけど皆さん、その結果って言いますか、相当リンクしてる地下ね、本当は地下が大事でしょ。建物っていうのは地下はもうね、そういう専門に都市を見てる人に言わせると、もう何年も前に作ってるからね、もうボロボロのとこがいっぱいあるね。そのボロボロのとこは直すぐらいで大して儲からないからね、本格的にみんなそこに手をつけてこないね。やれとか言わない限りやろうとしない。都市構造を改革、都市を作るのに都市構造を考えるならば、都市の地下どうなってんのか、大丈夫なのか安全なのか、問題であるならば政治がね、国土交通省であれ、東京都庁、東京の東京都庁がね、
地下が大丈夫なのか、いざというか東京地下に安全とか逃げてくださいよという地下になってるのか、真っ先に潰れちゃうから絶対地下には逃げちゃいけませんよという地下なのか、そういうことを考えてね、上っ面だけやってんじゃなくて下も見なきゃいかんというのが、こう都市構造の専門家が喋ってるんですから、私はそういうことの中で、やっぱ小池参戦でね、都市の不動産がすぐ儲かる上物だけじゃなくて下をちゃんと見たね、都民の安全のための設計になっているのかどうかということを議論するときが来たんじゃないかな、まあ私は思いますよね。まあそういうことをこの私の紙に書かせていただきました。ね、まああとね、今度も AI 時代、日本もなんかね、この世界でもう優れた日本だな、かっては言われましたよね。すげえな、日本は。学校教育だって読み書きは普通はやりますけど、読み書き、日本はそろばんついたんです。読み書き、そろばん。ね。これが世界の競争の中で、読み書きはどこの国も先進国やるけども、そろばんがついてた日本。子供の時代からみんな数学ができて、才能あればうんとすごい素晴らしい数学者になっていくね。そうでしょ。そういう中で、技術大国日本が生まれたじゃないですか。国民のレベルがもう高いんだから。その中で優秀な人はさらに優秀な人がいる。ね。レベルがあって、優秀な人材がいる。これ世界に勝つに決まってる。今そういうね、ことを本当に日本の教育やってんのか。ね。日本の皆さん、私が出たのは東京大学ですけど、東大だって世界から見たらもう名もない大学になっちゃってるんだからね、全然。あ、東大どこにあるのっていうレベルですよ。ね。もう本当に勝ってる日本を代表する大学だったね。東京大学も世界の大学の競争の中では、もう全然、ね、有名大学の中から落っこっちゃってる。いいですよ。これが日本ですよ。新しい技術は出てこない。ね。大会社行ったって、法人税納めないよ。税金、あ、消費税から取りなさい。こんな経営者しかいないじゃないですか、皆さん。その大企業の経営者から何、献金受けて、そして、その、それもなんかよく書かないでね、不記載にしちゃってる。これが日本の政治家でしょ、今。ね。ほら、自民党だ、今の。愚かな自民党。小林幸喜が追放された自民党ですよ。ね。もう人材がいない。人材は自民党から出てけってやるんですから。残ってるのは人材じゃないってことでしょ。そういう中で、ね。大企業も法人税を払わない。税金はお前たちが払え。ね。消費者を払え。中小企業を払え。消費税、消費税、消費税。消費税は徹底的に取りまくる。ね。できなかったら、こういうふうにやればいい。取り立てることだけしっかりやってるんでしょ。自分たちはね、裏金作って、対してね、今さっき言った政治資金もいい加減に扱っときながら、中小企業の消費税については徹底的に厳しく取り立てる。ね。かつてはね、私が財務副大臣やった頃には、何千万か、あれでしょ、中小企業の売り上げが少ないところについては消費税取らないっていうのがあったんです。いや、もう全員消費税ね、売り上げ関係なくみんな取り立てる。それも厳しく厳しく取り立てる。誰も中小企業に厳しくすることに対してね、言葉だけですよ。中小企業を大事にしましょう。大事にしてるかって、これは日本でしょ、皆さん。大企業を大事にしてるだけであって、中小企業を大事にしてないです。で、大企業の経営は何？誰がやってんの？みんな外国の金融資本が買いまくって、株を買ってね。経営者はみんな外国人じゃないですか。そして、税金、法人税、どうせほっとくと日本人は政府に納めちゃうから、もう法人税下げれば、ね、法人税が国に行かない。税金はね、中小企業を払いなさい。これ今消費税だけど、これについて何？政権交代、小泉さんの政治でひどすぎたって政権交代したと思ったら、民主党、これが真っ先に税金上げましょう。ね。与党になったら、民主党主導で公明党自民党を呼んで3党で合意して消費税上げましょう。これが日本でしょ、皆さん。ね。そういうマスコミの皆さんも勉強してらっしゃるんでしょうけど、おかしいところをね、追求しないと、権力が一番痛いと思うところをちゃんと追求しないとね、皆さん方のお仕事は本当は意味がないんだよね。私の友人でも優秀な連中がね、高校大学みんなマスコミに行きましたよ。新聞社に勤めた。みんなやっぱり、権力のおかしいことがあればチェックしようと。ね。それが、このマスコミに行く人の仕事だったですよね。
ザイビーさん、私が見た目は全然お若いわけだけど、若い人たちもね、先輩から言われてるかどうかは今わかりませんけども、権力をチェックする。ね。おかしい権力があったら、おかしいじゃないかという勇気がいるかもしれんけども、これをやり遂げなかったら、マスコミに勤める意味がないわけですよね。私はそういう時代が来てるんじゃないかな、思いますね。まあ、それと、せっかくこんな機会ですので、私は学校給食のことについて書きましたよね。今、日本の中でも心ある市長さんたちはね、学校給食、予算を持ってるわけですから、オーガニック給食にしよう。健康にいいよ。ね。で、オーガニック給食。お米のオーガニック給食ですからね。今、とにかくお米が余っちゃってる。休耕田が出てくる。ね。じゃあ、お米食べない。何日本食べてんだ。パンだ。いいぞ。パンが好きな人は、パン食べたらいいけど。もともと、皆さんね、日本で小麦なんかできないじゃないですか。アメリカに行きゃ、ダーッとね、大きな麦畑がありますよ。ダーッと取って余っちゃうところある。戦後いいですか、知ってますか。余剰農産物をね、日本、お前どうせ植えてんだろう。使え、待て。余剰農産物を消費するために、日本の学校給食にパンを導入したんでしょ。そして、美味しいお米、食べたのに、やめなさい。健康にいいかどうかわかんないけど、パンですよ。ね。私、小学校行ってました。小学校なんかまずいパンが出ましたよね。なんでご飯が出ないのかと思ってましたけど。だんだん大きくなって分かった。アメリカに言われて、余剰農産物処理でね、日本がどんどん小麦化されてパンになって、パンが出たんでしょ。で、今だってね、日本なんか食料自給率が低くて安全保障の点から言ったらね、本当は外国から買うより日本でできるもんだ、日本でいいものがあったら使いたい。お米でしょう。どう、味は美味しいし、ねえ、みんな大好きだ。そのお米を一番どうと使うなら学校給食じゃないですか。だから心ある自治体の長はね、お米を使う。そしてそれも、お米少しね、その有機米だから高いかもしれないけど、だからお金を予算で取ってやる。その代わり地域の人たちが、学校でお米使ってくれるなら、ね、もう一度一生懸命お米作りますよ。農業振興に役立ってくる。まあ国から見ればね、全体になって食料自給率の安定につながる、素晴らしいじゃないか。まあ東京都の都市農業はね、まああんまり多くないから頑張ってもらうといっても、たくさんお米ができるとは限らないけども、買ってあげることはできるんですからね、身近なところから。そうしたら、東京の子供たちがね、給食でもってお米使うよ。その代わりただの米じゃ有機米だよ、オーガニックだよ。わかりました、作りましょう、作りましょう、作りましょうってね、東京に近辺のね、都市の村、お米なんかいくらでもできるんでしょ。だーっと米の消費が伸びてね、自給率がアップする。そういうことにね、東京都の給食、小学校、中学校、区が予算握ってるかもしれないけど、区長なんてね、都知事がこう言えば分かりましたっていう、仲良くやってるんですから。その中で、今、千葉県南県、日本中の市がね、その学校給食、オーガニック化進む中に、東京が全く進んでない。それは東京にはね、米を作る場所がないから。でも買えばいいじゃないですか、ね。買ってあげれば日本ってことを考えたら東京では買いますよって言ったらね、本当に日本の米作は復旧してくる。ね。復興する。それを東京都が温度を取る。だからこの日本の流れの中で、ね、オーガニック給食、細々とか少しずつね、地方の、市町村長の長が給食でやってますけども、東京都が子供たちを健康にし、オーガニック給食、健康ですから。そうして、日本のお米の生産量を上げるって、買ってくる。こういうことにドーンと踏み切ったらね、いい日本になっていくんじゃないですかね。先生、恐縮ですが、ちょっともう30分ぐらいになりますので、はい、ちょっと質疑応答に移ってもよろしいですか。あ、そうですか。いいですね。で、幹事長代表してちょっとお伺いします。まず、経歴と学歴詐称について、ちょっと順次お伺いしたいと思います。まず経歴なんですけども、経歴などについてですけども、はい、今回は新党大和の公認で出るという理解でよろしいですか。まあ、公認、自民党の、私はね、もちろん代表ですから。でも、まあ、
多分選挙は無所属でありますけどね。無所属で出て、うん、どうは無所属です。無所属で出て新党山本は推薦ですよ。推薦で出てると。だ、新党山本グループから出そうってね。うん。無所属で出ますけど新党山本の推薦を得るということですね。そうそう。この新党山本の運動を進めていくのが欲しいの狙いだから、はい、財務副大臣だったり通産省の官僚をやられてきたという経歴がございますので、はい、勝ってね官僚もやられて、はいはい、で衆議院は5期務められたと、はいはい、参議院や地方議員はやってないという言い方です、経験ないです。で、今の肩書きとして一つ二つ挙げていただきたいんですけども、例えば新党山本の代表だったりするのかと思うんですよ。うん、もうそれだけですよ。とりあえずそれでいいです、はい、で政治団体新党大和の代表、そうそう、他に何か他は何もないんだ。だって元ですもん、元財務副大臣で間違えて、はい、元衆議院議員ってみんな元だからね。本席は以前お伺いした時東京都練馬区でしたが、その練馬小竹町生まれたところにずっと本席があるわけです。練馬小竹町2の55、あと学歴なんですけど東大法学部とペンシルバニア大学院をそれぞれ出てるということ。そう、東京大学法学部は出ましたけど、出て通産省入って、通産省から政府派遣米国留学試験に、頑張って合格してアメリカへ留学させてもらったんですね。アメリカの、留学は政府が決めて、大学は好きなところを選べというので、私はビジネススクールっていうのが興味あったんでね、ビジネススクールを探して、日銀なんかが出しているね、日銀のが毎年出している当時から銀行がいっぱい出しているビジネススクールってことで、ウォートンビジネススクールに受けたわけです。記事にする前、最初は どちらでもいいっていうことですよ。東大でも ECP、シルバニアでも、記事に経歴書く場合、あ、経歴は東京大学ですよ。東大の方がいい、うん、だ、政府の場合どこの大学だってウォートンのし、ピーシルバニアが知らない人から政府派遣米国留学って書いてもらっても別に嘘じゃないから書いてもいいですから。わかりました。経歴について、先にすみません、経歴についてさらにお伺いしたい者があればここで聞いていただけたらと思うんですけど、経歴、年齢は今何歳？今80歳です。今年ではもう誕生日迎えられたと思います。そうそう、1月1日ですから。昭和19年の1月1日生まれですね。1月1日よ、元旦生まれ、元日生まれ。経歴についてまとめてお伺いしたいと思いますが、特段よろしいですか、次に移って。では、学歴についてまとめて伺う機会を作りたいと思います。それでよろしいでしょうか。添付の資料をいただいたんですけど、これはどういうものか説明していただくところからスタートしましょう。それ私ともたらされたんですね。小池さんの学歴詐称っていうことについてはですね、当時私が衆議院選挙とはもう2005年ですかね、2005年の時に、私の選挙事務所に、小池さんのこれが弱点になるんじゃないですかと言って、持ってきた人がいるわけですけど、うちの陣営は郵政民営化が選挙の争点なんだからね、な、学歴なんかこいつなんかどうでもいいじゃないかと言って取り合わなかったの、あんまりね。しかし、今になってまさにこの5月ですか、文藝春秋見て学歴が大学出てないっていう話の中で、ほら小林さん言ったとおりでしょって、小池さんなんか出てないんですよって、あの時の資料をちゃんとね、もう一回、よく見てちょうだいって。でそこに何ですか、ちゃんと署名があるんですよ、署名ね。この署名の人は、イブライムさんっていうね、これカイロ、エジプトのカイロ大学の学生課にいた人間ですよね、当時ですから。その当時ですよ、今じゃなくてね。2005年に学生会にいた人で、その人を通じて、そこの文章を、アラビア語が本当でしょうか、それを英語に誰か直したんでしょうか。アラビア、英語のファーストのスペルが間違ったりしてるから、あんまりいい加減ですけど、まあ、アラビア語本物でしょうか。アラビアで書いてるんだから。幹事社から1点お伺いします。この資料は届けられたってことですが、どういう経緯、なんていうか。誰がこの書類を入手して、いや、だからこれ持ってきた人が、また具体的に小林さん、あんたの書類でしょって。その持ってきた人ってのは どなたかっていう人、持ってきた方はですから、私の親しい人に頼まれて、選挙だからね、小池さんなんて問題な人じゃないかという中で、彼女の問題の中に、私は政策的にね、彼女自身は郵政民営化で選挙立ったのにね、あれな、外国人記者クラブ討論会ですか、やったらびっくりしましたよ。向こうは郵政民営化、あなたは賛成ですね、小林は反対ですね、2人呼んだけど、彼女が質問したわけですよ、郵政民営化、ね、どうして賛成ですかと。
彼女の答えは何ですか。私は何、大臣に忙しいから郵政民間保護なんか見たこともありません。ね、小林さん、日本の政治家は大臣は忙しいんですよ。忙しいかどうか知らんけど、郵政民間保護も見ない、何の関心もない人間がですよ、真面目にやってきた政治家のところに、私がこれから自民党の政治家ですよって出てくるか、このバカモンってね、言いたいけど、まあ、相手が女性なんでついつい静かにしてましたけど、まあ、このレベルですよね。郵政民営化の、選挙という、本当に日本の国運をかけたような大変な選挙で、賛成した一番のマスコミにもてはやさ刺客というレベルではね、郵政民営化の政策については何と言ったのか、私は大臣で法案を見たこともない、そのレベルの郵政民営化について語ることもできない人間がね、小林光希という、当時自民党の中で随一の反対論者ですよね。そこに来る。これが日本の政治のレベルですよ。それについて、ね。マスコミは、TBS が昔ちょっと報道したことがあったけど、大して取り上げたこともない。っていうことを言いたいです。いずれにしても、その最後のその、なんちか、届けた人は言ってくれって言いましたよ。学歴彼女についてはね、この、なんか卒業証書っていうのを出したらしいです。まあ、手に入れてらしいです。その流れてね。卒業証書に、ミスター、男はミスター、女はミスですけど、女性ばかり。ミス、ね、サイダって使うところ、サイドって、ミスター小池になってんじゃないかって、ね。こんないい加減な卒業証書、ね。お前男性かって。サイドなのかって、ね。じゃあ、各所から質問ということで、じゃあ 東京新聞も続きますが、はい、このサルサ岩渕さん の YouTube 番組でこちら のサティフィケイト、まあ、より小池さんがそのバッチラを持ってないということに対する証明書を入手したというベリーダンスの講師の方かな、ベリーダンスのこれを入手した方がサルサ岩渕さんのインタビューに答えられていたんですが、この小池さんが、まあ、ディグリーを取ってないと、1976年10月にということですよね。だから私持ってきたのかね、はい、書類。なるほど。でこれはじゃあ当時その、ベリーダンスの、確か専門の方が、カイロ大学で直接イブラヒムさんに申し入れをして入手をしたというものですね。そうそう、それのコピーということですね、申請の、はい、でだって彼女 の事務所はご承知の通りカイロにあるわけですから、事務所がね、ちゃんと。あ、その方の事務所があって、ずっとあるんですよ、活躍してるんですか。なるほど。その活躍した人が、自分のエジプト人を使って職員いっぱいいるわけですからね、うん、それで大学に行って学生課から取ったわけでしょ。なるほど。で、まあ、岩渕さんの YouTube 上でもちょっとお話しされてましたけど、その後ですね、このイブラヒムさんがどうなったか、で今ほらカイロ大学が去年の段階では、うん、まあ、エジプト大使館が出した、卒業証明書みたいなものを出されたじゃないですか、うん、昨年の段階で、あ、すみません、2020年の時ですね。でその時にいろいろ画策があったという話を小島弁護士がしてるんですけど、うん、当時は、小池さんは卒業してないということをカイロ大が一回このイブラヒムさん広報課の方を通じて出しているのに、その後こう変えてった、まあ、理由とかですね、そこら辺は。いや、それは皆さんが小池さんに聞き、不思議なのは私はあったんですけど、小池さんは長く都知事やったんですから、辞める、今回は次は立ちませんよ。いずれにしても、立たない人、こんだけお世話になったんだから、総括をします、そろそろね。もう選挙が近づいちゃうんですから。選挙の中でなんか質疑応答できないんだから、今のような落ち着いた時に直前に、今までこんなことをしました。でも人が言う話は、何、全然たくさん、公約出したけど、何も実行してないっていう人がいっぱいいるんだったら、皆さん方がね、なぜしなかったんですかって聞くような記者会見が怖くて開けないのかどうかね。というか皆さん方の方から要望してもらいたいです、記者クラブからね。会見開けって、開いて自分で自分の今までやってきたことについて、こういう公約を出しました、これはこういう理由で、きちんとしました、これはこういう理由でできませんでした、でこれまでも4年間について話を終えて、これからもし来年やる、次やるならこういうことをしたいと思いますとかね、政策の総括もなければ発表もない。それが、どっかね、わかんない、どこにあるかわかんない市町村の村長とか言うんじゃなくて、東京都知事なんですよ。もっとちゃんとしろって、都知事だったら、都知事らしく。普段なんか手振ってるだけじゃなくて、
ちゃんとこういう記者会見を開いて質疑応答して、こういう政策はこういうのでやろうと思ったけど、こういうことできませんでした、だけどまたやりますとかね、あるいはこれはこんな立派にやりましたよ、皆さん知らないかもしれないけど、これは実現したんですよとか、政治家だったらね、語りたいことなんかどんどん出てくるわけじゃないですか。それを何の記者会見も開かない、テレビ見てても何、全然発表も何もないってね、じゃあ質問追及できないじゃないですか。これなんでテレビ新聞は逆に知名度があるから楽々当選だと書いてるわけでしょ。だからこんなふざけた政治があるのかね、ふざけた政治の代表格は小池だろうってね、こう言うの私ぐらいしかいないけどね、本当にそういう怒りが込み上げてきますよ。だって皆さん方が記者会見開けって要望書が記者クラブから出たって話も聞いてないんだから、なぜ記者こう呼んで、今どこにか知らないけど、出てこいって、じゃあ喋ろってね、本当にやってんのか、よく記者会見やってください。じゃあすみません、皆さん聞きたいと思う、じゃあ最後1点だけですけれども、はい、記者会見を、まあ、都庁で定例会見をやってますが、まあ、1社1人とフリーランスは完全に締め出しています。これだけ広い会場がありながらですね、記者会見を本当に制限をかけている小池さんの今の都知事会見のあり方、それをご自身が都知事になったらどうしたいかと、それから先週の金曜日は、すいません、190万人の方に対する低所得者層とか生活困窮者の1万円をね、出すというお話を彼女が政策発表されました。事実上のその選挙買収じゃないかというようなことを橋下徹さんが指摘されてたんですが、その点についても一言ずつすいません。なんか選挙買収じゃないですか。すぐ分かるでしょ。何の背景もなく、いきなり選挙の前にお金配りましたら、な、買収って、それを。公開した買収じゃないですか。としか思えないでしょ。だって政策が出てこないんだから、何もきちっと、バックグラウンドが。こういうことで今、配らなきゃいけない時は来ましたからね、財源もありますので、配らせていただきますとか。そういう、なんか政策について語らなきゃ政治家じゃないでしょ。会見はどういうふうにやるべきだと。普通はいつでもやんなきゃダメですよ。暇があったらやってらいいんですよ、一日中。本当の公務があったら、何時から何時から公務行ってきます。公務終わったらね、遊ぶ必要ないんだから、政治家っていうのは。そうでしょ。遊ぶのは子供の頃やってるんだから、みんな。小学校で遊ばない人なんかいないんだから。もう子供は、人間はね、小学校6年間も遊べば飽きちゃいますよ、遊びなんかに。朝から晩まで遊んでんだから。勉強なんかしなくたって教科書薄いからね。そうでしょ、小学校。あんな薄い教科書勉強しなくたって言ったら見りゃ書いたんだから、小学校の視点なんか100点誰で取れるわけでしょ。だって教科書頭の中で読めばね、38ページ何度書いてあったと、これ見てると一緒じゃないですか、薄いんだから。上になると大きくなるとね、覚えられないの、厚くて本がね。だからしょうがない、受験勉強とか勉強するでしょ。小学校なんかで皆さん勉強してる人いないでしょ、誰も。あんな薄いんだからね、頭の中に見りゃ書いて覚えてるんだから。はい、いいですか。はい、はい、フリーランスライターの畠山と申します。はい、よろしくお願いします。何点かあります。うん、まず政策のことで、学校給食をオーガニックにするというところで、小林さん自身食へのこだわりがあるのかっていうことと、そのに、パンを導入したっていうところで、非常に問題視されているっていうのは、例えば既存政党でいうと、参政党さんなんかとちょっと似ているかなと思うんですけれども、うん、今回の選挙にあたって、その既存の政党とか政治勢力にこう、応援してくださいって依頼するようなことは考えてらっしゃいますか。いや、私は別にもう既存政党なんかどこも信じてないですから。うん、既存政党がよかったら新しい政党を作る必要ないじゃないですか。あ、食へのこだわりっていうのは、食べ物へのこだわりっていうのは、食について賛成する人があったらいいですね、一緒にやりましょう、うん、あ、賛成する人は一緒にやると。小林さん自身の、普段から、お米しか食べないとか、そういうこだわり。食べられるものが、出されたものを食べる。出されたもの。自分で料理できないんだから。わかりました。で、出されたものをただ食べる。はい。それは学校の給食で習ったのでいいことですよ。はい。学校給食って好き嫌い関係ないとは出てくるんですよ。で、食べないと罰がつくわけです。これ全部丸にするためには何度も食べなきゃいけない。味なんか考えたら食べられないでしょ。いや、まあ、美味しく食べた方がいい。だから、とにかく食べちゃうんですよ。学校で丸もらうために。はい、わかりました。好き嫌いなくなるんですよ。はい。まあ、次、いいでしょうか。はい、最初のところで、利権政治に関わった小池さんという、うん、記述があったんですけれども、これ、具体的に。いや、具体的には、郵政民営化が好きな政治家にはね、うん、やる政治家には、そういう不動産業者がみんな集まってくるの。ね。わかりました。うん、次、
参戦を阻止する、小池さんの参戦を阻止するということですけれども、うん、参戦を阻止するためにはそのご自身が立候補しないという選択肢もあり得るかと思うんですけれども、うん、それでも立たなければならないとお考えになって今とにかくまずこの声を出さないからね、出したらこれからまだ20日までね、よし よく分かったと、いうことでやりたいっていう人がいたら、あ、私よりあなたがやった方がいいなと思ったら譲りますよ。あ、譲ることもあり得る。あり得る。だって大きな票を取んなきゃいけないんだから、元気な若い人にね。私はもう一つさっき言って、本来の目的は何が何でも来年ね、この政党を作らなきゃいかん。とにかくいいです、分かりやすい政党。アメリカの大統領がのこのこ日本にいらっしゃるのはありがとうけどもね、なんで皆さん横田から来るの、おかしいじゃないですか。羽田から来るべきなんでしょ。どうしてマスコミの皆さんそういうことを書かないの。もう郵政民営化の後、もう日本はもう完全にアメリカに舐め切られて、こんなバカなことを要求しても通っちゃうのか。まともな政治家はいない。まともな政治家は党から追放された。アメリカは本当に嬉しがってますよね。だからよし本音で行こうって、横田からなんかね来る人はいなかったのかって。だって今全部アメリカの大統領は横田から来るじゃないですか。羽田からちゃんといらっしゃいって言うべきでしょ。はい、あ、それが我が党ですよ。続いて、はい、はい、今回の知事選の出馬っていうのは、新党大和の存在感を示すっていう色合いが強いということですか。いやいや、新党大和が動き出すという中に大勢いますから、いろんな方がいらっしゃるのでね、ということ、まあ、とにかく今回だけについて言えばね、小池の参戦阻止というのに、頑張らなきゃいかんなと。はい、わかりました。すみません、ごめんなさい、ちょっとここで切りますね。ちょっと時間も時間なんで、各社一問ずつで、はい、順番に言ってください。先生も簡潔にお答えください。はい、あ、そう、はい、桜フィナンシャルニュースから来た遠藤と申します。サルサ岩渕さんの動画を見たんですけれども、また卒業この証明書に話を戻させていただきます。こちらを手に入れたときに、そのとあるその出版社の方に持って行ったら、うん、小池さんのファンらしき人が小池さんにばらしてしまい、それで小池さんが慌ててエジプトに行ったという、そういう話を見ました。で、その出版社はどこなんでしょうか、教えてください。いや、そんなことは知らない、出版社のことは知らないです。あ、そうですか。私こんな、もともとあんまりここは関心がない。ただ文藝春秋という、立派な私が好きな雑誌が書いてくれたんで、あ、これはいいなと読んで、書いてあることは本当だろうと思ったって。だって違うんだったらね、小池さんは名誉毀損で訴えるべきじゃないですか。名誉毀損で訴えないってことは正しいってことでしょ、と私は思うわけです。なぜ訴えないのかって。よろしいですか。すいません、産経新聞の大泉と申します。よろしくお願いします。小池さんの疑惑についてのこの文章でちょっとお聞きしたいんですけれども、うん、カイロ大学の経歴が怪しいっていう、言ってらっしゃる方は、卒業証書が申請のものじゃないんじゃないかとかですね、いろんな意見があると思うんです。うん、で、彼女は卒業は証明されているというふうに話している。同じようなことを言うと、この文書なんですけれども、この文書の正しさっていうのをどうやって証明されるのか、こうやって出してきたときに、これはどういうルートで手に入れて、どう正しいのか、20年前にどういう手に入れ方をして、どのように、それはだってカイロに行ってる人がね、カイロに事務所がある人がね、手に入れましたって、学生の名前までサインして。それだけだと、やはりちょっと、あんまり強くないのかなというかですね。結局小池さんもカイロ大学に頼んで取ってると言っているので、うん、それもちろん小池は失礼だけど、学校なんか日本の学校じゃないから知らないわけ、どうなってかね、お金出せば、あるいは貢献すればね、卒業証書ぐらいくれるっていう学校もあるかもしれないけど、ただその何て言うんですか、文献収集書いてある通り、進級してないことだけは分かってるわけだ。進級しないで卒業できるかっていうことが一番でしょ。
すみません、読売新聞の渋谷と申します。はい、非常にお忙しいと思うんで、すみません、横顔的なちょっとラフな質問をいくつかまとめてさせてください。小林さん の座右の銘がどういうものかを教えていただきたいのと、あと、最近お忙しいと思うんですけれども、休みの日にどのようなことをやっていらっしゃるのか、趣味がどのようなものなのか、そういったことをちょっとラフな質問で恐縮ですが教えてください。いえいえ、大丈夫。天は人の上に人を作らずってね、いうようなことが私の座右の銘ですね。人間は皆平等であるべきだと。休日の過ごし方は、休日は別に本読んでるのが一番いいじゃない。趣味としては読書、お休みの日そうそう一番楽じゃないですか、本読んでるの。先ほどの天は人の上に人を作らずっていう、なんでその言葉が好きなのか、背景があれば。やっぱりそういうことで、私身分制とかね、そういうのがあると上に上がってきて日本がいいと思うのはね、努力をすればちゃんとした人になれるわけですよ。でも外国では努力したって最初から身分制があってね、ちゃんとした地位につけないとかそういうところっていっぱいあるわけですから、やっぱり日本のように頑張ればきちっとできるという自由な国がいいですね。いいですか。今何回か聞きましたよ、皆さん。ちょっとだけ聞かせてください。アークタイムズの尾形と申しますが、先ほどのこのサーティフィケートの話なんですけれども、はいはい、ちょっと話が少し混乱しているので確認なんですけれども、これは2005年8月の郵政選挙の時にですね、小林さんにもたらされたものということなんですね。そうちの陣営にね、はい、で私はそう見たわけじゃないですか。知り合いというのはこの前まさに YouTube で出られてたんですけれども、小林さんに渡したという方がですね、アリーシャさんという方で、その方は当時カイロ大学は当時はその学生課に直接確認に行けて、でその後ですね、日本語学科にみんな回されるようになってしまって、その答えが確実的になって卒業しているという答えになったんですけど、その前の段階でアリーシャさんという方は学生課に行って、そうそう、学生課にサインしてる、そこの人が学生課に住んでたっていう人に、そこにいたイブラヒムさんという人が、学生課にいる人に、そこに記録はないと、小池氏が、小池百合子という人がその在籍した記録はないということ、学校にそもそもね、そういうことを言ったんですね。で、そしてこの証明書を出してくれて、そこにはここに英語で書いてあるのを見ると、小池百合子に BA だから学士を出したという記録はないと。でそもそも小池氏が言っているこの社会学科というのは、そういう名前の学科は80年以前にはなかったということがここには英語で書かれていて、後に学科ができで小池氏が言っている学科が卒業してない、だからその学科が出てきたのは、小池氏の卒業証明書にある学科が出てできたのは80年代だということなんですね、始まったと。だから学生課には当時小池氏の在籍記録はなく、小池氏に学位が与えられたという記録もなかったと。それがアリーシャさんという方から小林さんに当時2005年当時にもたらされたということなんですね。私のところ、私が聞いたのは、関西聞いたのは卒業してないということだけです。なるほど。じゃあ今小林さんは、小池氏は学歴詐称をしているというふうに考えているということですか。それは文藝春秋に書いてある通り、どういう詐称かと、進級もしてない親しい人が一緒に同室する。進級試験に名前が出なかったでしょ、進級したって。じゃあ、こっちでショック受けたわけです。進級しない人が卒業なんかできないでしょっていうのはごもっと、どんな学校でもそうだろうなと。そしたら、あるとしたら、進級しないのに卒業したら、あと卒業証書をね、学校によっては、日本じゃ無理でしょうけど、外国では、じゃあ貢献したからね、卒業証書を発行しますよっていうことはあり得るから、卒業証書があるないっていうことを聞いているよりも、その文藝春秋に書いてある通り、進級しない、つまり学力がなかったんですよっていうことは、それを卒業なんて、言うのはおかしいでしょっていう、そこを言ってるわけです。なるほど。で、都知事選の争点ですけれども、ご自身が出馬する都知事選の争点として、今一番考えてらっしゃるのは、神宮の森、つまり外苑再開発を止めるということを訴えたいと。絶対。で、ここには自民党裏金の話は書いてないですけれども、小池氏は、自民党が今、小池氏を支援するという姿勢を、読売新聞なんか書いてますけれども、自民党の裏金についてどう思うかということと、小林さんがですね、その自民党の支援を
小池氏が受けるということをどう捉えるか、うん、自民党の裏返事件のマスコミ話は聞いたんですけどね、皆さん言う、あの政治家はね、私も衆議院にやった、あのお金をあのもらわないと自分に大事業家だったり、そうじゃなかったら人からお金をもらって、やらないと政治活動できないわけですよね。しかし政治活動に使うからといってね、遊びに使うったら誰が金出しますか。政治活動に使おうと思って政治にお金がかかるからって寄付してくるわけ、くれる。それについて所得税がかからないわけですよね。いいですか。つまり政治資金だから所得税がかからないんであって、政治家でもね、自分で例えば歌がうまいからって歌手で歌を歌ってね、お金もらったとしたらね、それはね、政治資金じゃないんだからね、ちゃんと所得税払えてきますよ。歌がうまくて歌手で政治家になった。そうでしょ。つまり政治資金についてのみかからない。だから今回ね、裏金事件ないかって、ちゃんと記載しろよ。政治資金だから記載して、所得税をかからないわけでしょ。税とリンクしてる。それを記載しないでやっちゃったらってどうなんですか。簡単じゃないですか。なんで言う、所得税をまずかけることですよ。なぜ記載しないかしたかしたり、理由なんか問わなくたっていいわけ。記載しなかったんだから、まず所得税を払いなさい、それで終わりじゃないですか。最後に1点だけ、まあ、これ、会見の場なので、あのどうしても聞く必要があると思うんですけれども、はい、小林さん、あの黒川敦彦氏とですね、うん、翼の党の黒川敦彦氏と、オリーブの木という団体を作ってですね、若い人やるとか、ね、はい、いいじゃないですか。で、あの週刊誌でも報道されてますけれども、当時、1億円を借り入れてですね、それを返してないという話があるんですけれども、その点と今回その1億円を借り入れて、その選挙の際にですね、オリーブの木のそれを返していないという報道があるんですけど、彼返さなかったの。え、彼が名前で借りたけど彼が返してないの。あ、彼の黒川氏の名前で借りて彼が返してないということなんですね。だって彼の名前で借りたわけでしょ。なるほど、なるほど。だから彼確か返さない感じじゃないですか。なるほど。その黒川氏、以前ですね、一緒にやっていた黒川氏が今回、まあ、逮捕される事態になってますけれども、公選法違反で、その点はテレビ見たらびっくりして大きいです、騒ぐでしょ、まあ、選挙の時は騒ぐけど、何も人のやってるとこ行って騒がなくたっていいじゃないですか。誰か帰った後ね、私がこうやって小池さんについて言ったって、小池さんが演説した後ね、小池さんが演説してる途中でね、ああだこうだなんて言わないですよ。演説が終わって他へ行くわけだから、ぐるぐる回る。終わった後自分で場所取って、私はこう思いますって。で、小池さんおかしいとこあったら小池さんおかしいですよって言いますよ。だけどそれは本人がいるところで言うことないじゃないですか。今は黒川氏とはつながりはないということなんでしょうか。全然ないですよ。1点だけ朝日新聞の武田です。事前審査ってもうすでに終えられました。事前審査の方はすでに終えてますか。これからでしょうか。あの何の審査も向いてないです。わかりました。予定もないってことですね。選管との、あとはもう自分では事務局に任せてるからね。わかりました。秘書も連れてきてますけど、うん、NHK の川村と申します。簡単にでいいんですけれども、今回の都知事の参戦を阻止したいということだと思うんですけれども、そのとにかく参戦阻止するのに、やっぱ小林が語る必要があるって言われたんで、はい、その勝つための戦略として考えていることがあれば教えてください。勝つための戦略として考えていることを教えてください。まずとにかく、小池さんは、そもそも立候補すべき、政治家として立候補すべきではない、ね、そしてだってこの、まあ、立派に昔おかしくても今回は立派にやりましたっていうことだったらまた人間考え直すことあるでしょうけど、今都知事として皆さんが言ってるのは公約をたくさんしたけどね、何一つ実行してないっていうのが気にするし、それと同時に私はやっぱりもうオリンピックあれだけ失敗したらね、もう大変ですよ。せっかく世界が期待して、日本はまあね、スポーツ選手素晴らしい人がいて、みんな切磋琢磨して頑張ってでしょ。その代表のオリンピックが利権の即、オリンピック終わった後ね、大々的に有名な知られた会社がみんな、豚バカ行っちゃうって、そんなオリンピック世界で聞いたことない。たまに一人ぐらい変な人が出たってね、日本はもうそうそうとある会社がみんな訴えられてるわけじゃないですか。何のためのオリンピックだって。スポーツの振興やってんのか、ね、こんなに世界の恥さらしでしょ。それについて政治責任を問えっていう声も出ない。
あるいは成績を取りますとか、申し訳ありませんでしたって、こういうの一つもないってね。ふざけるなって感じでしょ。それどこで言ったらいいの？ただ皆さんがやってくれないんだから。いや、皆さんがやってくれて、小林さん、小池さんもね、今回の、都知事選挙は出ないようになりましたんで、安心して、国政の方で頑張ってくださいって皆さんに言われたらね、あ、そうですかってなりたいけど、全然、誰も追及しないんだもん。いうことでしょ。つまり、どんな戦略になる？戦略になるんでしょうか？どんな戦略で、この、選挙を語りたいと思いますか。まあ、だから来年に向けて大きな戦略で、皆さん考えてくれてから、とりあえずとにかく、私が言っている郵政民営化、その反対の張本人が都知事になって何をしたのかって見れば分かる通り、今やっと郵政民営化に、ね、見直しが出てくる中で、ろくでもない政治になったのは国政だけじゃなくて都政もそうだということで、ちょうど選挙ですからね、来年の参議院選挙はもう1年しかないんで、やっていく中でちょうどこの都知事選ぐらいから頑張ったらいいんじゃないかって、ね、こっちはもうこの年ですから、もう皆さんに若い人にやってもらおうと思ってる中で、お前やれって言われたら、はそうですかってね、おかげさまで、なんていうか、まあ、元気な元気なわけですよね。もう1時間ぐらいですね、質問されてない方で優先的に。テレ朝日です。あ、すいません。今ご説明いただいて配布いただいた資料を拝見していると、名前がコルケになってたりとか、でこれもちょっと不正確で恐縮なんですが、アラビア語のやつをスマートグラスという写真で撮るとアラビア語を翻訳してくれる英語のやつにしても、ちょっと小池さんの文字になってなくて、なんかこれって何かこう先方には小池って伝えたけど、返ってきた文章がファーストの文字が違うように文字が変わってたとか、そういったことなんでしょうか。またちょっと左上の切手というか、カイロ大学の印を見ると2008年100周年みたいな感じの書いてて、これは2005年に受け取られたということでよろしいでしょうか。2点すいません。もう私はせっかく来たんで公開して皆さんに見てもらおうと思って出したわけですから、なんかこれ最近出発する前に入った情報ですけど、明日この小池さんの学歴詐称問題で記者会見が開かれると、そこにこの一番詳しい人たちが集まってやるんだって、面白いじゃないですか。ぜひ皆さん聞いてね、そこ真相を確認してちょうだい。島田さんとしてはよろしいですか、お答え。質問されてない方で、もう1時間ですんで、写真撮影もしたいので、写真撮影した上であと個別でも先生が許す限り、いや私はもうどうでもよろしいですか。ではそうしたいと思います。で写真撮影に移りたいと思います。顔写真の撮影。あ、そう、どうぞどうぞ。ではそういうことです。今
刺されたら今みたいに今。